借金の罠に世界が不信感。一帯一路は大赤字。中国が外国に知られたくない7つの不都合な真実。中国は大事な情報を隠蔽することが大好きだ。外国に知られたくない不都合な真実が7つほどある。1、巨大経済圏構想一帯一路は大赤字。ほぼ不良債権化して失敗した。2、李克強前首相、今年10月死去への想定外の任期。3、共産党構想部の権力闘争の不透明。4、党中央に金融行政を取り仕切る中央金融委員会と、規律強化や腐敗撲滅を担う中央金融工作委員会が拙速に組織された。5、外資が去って外貨準備が底をつきつつある。6、国内投資家も株、不動産離れ、乾物投機へ走っている。7、不動産に続き EV バブルの崩壊が近い。一帯一路が本格化したのは習近平国家主席就任の2013年からだ。累計投資が1兆3000億ドル、約194兆円に積み上がった。中国輸出入銀行などが融資した。中国からお金を借りても返せない国がほとんどだから、世界に借金の罠論が広がった。しかも大方は不良債権化している。例えば、パキスタンに総額620億ドル、9兆2710億円を投じた。98% がタイドローン、資金使途に制限がある貸し付けで、契約期間は平均10年、返済開始は3年後、金利平均が 3.72% だった。ラオスの首都、ビエンチャンへ雲南省昆明から新幹線を通した。運賃が1万8000円。庶民は乗れない。鳴り物入りの宣伝にもかかわらず、乗客はまばら、赤字は増え続ける。エチオピアの首都、アディスアベバと、ジブチの首都、ジブチを結ぶ新たな鉄道も開通したが、収支バランスはラオスと同様である。例外はインドネシアで、首都ジャカルタ、バンドン間の新幹線は、開通から1ヶ月は、物珍しいためか、連日満員だった。11月いっぱいは、特別料金、1440円で、バス代と変わらないからだ。一帯一路の重要なプロジェクトは、石油とガスのパイプライン建設である。トルクメニスタンやロシアからの輸入は稼働しているが、パキスタンの大プロジェクトは頓挫した。物流活性化を目的にギリシャのペレウス港の管理運営権は買収に成功したが、その先のトリエステ港開発はイタリアが正式に一帯一路から降りて頓挫した。ニカラグア運河は早くに取りやめ、ベネズエラにも500億ドル、約7兆4760億円以下、投下したが、うまくいかず泣きっ面に蜂となった。背景には急速に広がった中国不信がある。宮崎雅弘、評論家、ジャーナリスト、1946年、金沢市生まれ、早大中退、日本学生新聞編集長、貿易会社社長を経て、ロンダンへ国際政治、経済の裏舞台を独自の情報で解説する評論や、ルポルタージュに定評があり、同時に中国ウォッチャーの第一人者として見筆を振るう。著書に、半導体戦争、中国敗北後の日本と世界、宝島社、間違いだらけの古代史、不養者、ステルスドラゴンの正体、ワニブックスなど多数。習近平やりすぎた、友好ムード演出も、もはや修復不能。米中に立ちふさがる高すぎる壁の正体。友好の裏で浮き彫りになる対立。またお会いしましょう。アメリカのバイデン大統領が中国の習近平国家主席にこう語りかけたのは、11月15日に開かれた米中首脳会談後の別れ際のこと。ウクライナや中東での紛争対処に追われ、中国との軍事衝突を
何としてでも避けたいバイデン政権は、融和ムードを懸命に演出した。バイデン大統領は、38年前に訪米した習氏の当時の写真を用意して、スマホで談笑する徹底ぶりだった。しかし、筆者はこの首脳会談で、両国の対立の構図が改めて浮き彫りになったと考えている。衰えない中国脅威論。特に顕著なのは、経済安全保障の分野だ。米国が昨年10月に実施した先端半導体の輸出規制などについて、習氏が中国の利益を損ねていると不満を述べたのに対し、バイデン氏は国家安全保障を損なう恐れがある先端技術の利用を防ぐため、必要な措置を取り続けると拒否した。米国主導の国際秩序を作り変えようとする唯一の競争相手である中国に対し、米国にも譲れない一線があるというわけだ。このところ経済が急減速しているものの、中国経済はいずれ米国経済を追い抜くと予測する米国の経済専門家は少なくない。中でも脅威に感じているのは先端技術分野での中国の優位だ。衰えない AI 技術が怒りの矛先。首脳会談では人工知能 AI に関する政府間対話を立ち上げることが決まったが、米国の IT 企業の間では中国が今後の AI 開発をリードするとの見方が一般的だ。オーストラリアのシンクタンク、GO 戦略政策研究所 ASPI が9月中旬に公表した先端技術研究の国別競争ランキングによれば、極超音速や水中ドローンなど23分野のうち約8割にあたる19で中国がトップだった。4分野は米国がトップだった。中国は2015年に策定したハイテク産業の振興策、中国製造2025の中で建国100年を迎える2049年までに世界の製造強国の先頭に立つことを宣言している。中国は国を挙げて投資を進め、すでに米欧日をリードする事態になりつつあり、危機感を強める西側諸国は中国への技術流出に対する警戒を強めているのが実態なのだ。しかし、こうした経済競争や技術競争力への警戒感が高まるのはまだマシな方だ。深刻なのはアメリカ人の中国への不信感がここに来て恐怖へと変わり始めたことだ。後編、習近平嫌われすぎ、米中首脳会談の裏で暴走を始めた中国脅威論は一体誰のせいなのか、で、その深刻な状況を詳しくお伝えしていこう。新興国の脱ドル化は白昼夢化。南米共通通貨構想はアルゼンチン離反で崩壊へ。11月19日、南米の大国アルゼンチンで大統領選の決選投票が実施され、極右リバタリアンとして知られるハビエル・ミレイ氏が当選した。ミレイ氏はいわゆる小さな政府路線を追求し、独自通貨であるペソを廃止して、米ドルを法定通貨にするドル化を主張してきた。ドル化を主張するだけあり、ミレイ氏は親米右派の政治家である。12月に新大統領に就任するミレイ氏が、実際にドル化に踏み込むかは定かではない。とはいえ、重要なことは、現職のアルベルト・フェルナンデス大統領の下で進められてきた反米左派路線が有権者の過半の支持を得られなかったという事実だ。そして、ミレイ新大統領は前政権で決められた諸政策の修正に着手するはずだ。つまり、通貨政策に焦点を当てると、フェルナンデス大統領と隣国のブラジルのルイス・イナシオ、ルラ・ダ・シルバ大統領、ルラ大統領との間でまとまった、米ドル支配からの脱却を目指す、南米共通通貨の発行構想が見直されることを意味する。新興国の脱ドル化が困難な理由。ミレイ新大統領が主張する、アルゼンチンのドル化が本当に実現した場合、この経験は、新興国の脱ドル化が極めて困難であることを物語る、端的な事例になるはずだ。一体なぜだろうか。
一般的に多くの新興国では大量の米ドル紙幣が出回っているものだ。新興国が貿易を行う上で、米ドルによる貿易決済は欠かせないから、政府中銀が保有する外貨準備も、おのずと米ドルが大半を占めることになる。とはいえ、米ドルに依存すると、為替レートを通じてアメリカの財政、金融政策の影響を強く受けることになる。近年、徐々にではあるが、米ドル依存を軽減させようと、外貨準備の構成通貨を米ドルからユーロや人民元、または金、ゴールドにシフトさせる国が増えている。背景には、こうしたドル依存体質への危機感がある。しかし、米ドルの構成比の適正値を見定めるのは、そう簡単な話ではない。ユーロへの依存度を高めれば、欧州連合、EU の人民元への依存度を高めれば、中国の財政、金融財政に左右されることになる。また、アメリカと EU の財政、金融政策は、ほぼ連動しているため、米ドルからユーロへのシフトは、米ドル依存の軽減にはあまりつながらない。一方で、中国の財政、金融政策は、確かに欧米の政策の影響を受けにくいかもしれない。それは、中国が依然として強い資本規制を敷いているためだが、そうした国の通貨であるがゆえに、そこまで使い勝手のいい通貨とは言えない。例えば、中国との貿易では、人民元で決済できても、第三国間の決済を人民元で行うことは難しい。オフショア市場が発展していないためだが、つまり、ロシアとインドが中国元を使って貿易決済をすることは難しいということだ。こうした背景から、ロシアや中国のように、安全保障上の理由から、米ドル依存を軽減させる国がある一方で、多くの国が引き続き、米ドルを重視せざるを得ない現実がある。世界の外貨準備高に占める米ドルの比率が低下傾向にあるとはいえ、新興国の脱ドル化の道は、極めて険しい道のりと言える。